速稼塾の久保です。本日の相場解説なんですけどもね、ちょっとこの収束の後にブレイクして大きく下に向かったんですけどもね、その後私としてはねちょっと困った動きがあったんですよ。それがねこう N 字を書いて上昇していったんですよね。上昇して収束した後のその水準まで戻ったわけなんですよ。もうこうなるとちょっとね分かんないんで、この後大きく下に下がっていただければ、まあ週足のトレンド大きな波の方に向かうんであんまり悩まないんですけども、そうではなくてこれがね上昇に向かうとすると倍が継続なのかなとか思っちゃうんですよね。まあ、ですんでね、今日はちょっと相場解説ができない状態です。まあ昨日まではね結構こうスイスイできたんですけども、今日は私の力でちょっと判断つきかねますね。まあこっからね新しいフェーズに入ったの入ったのかもしれないんですよ。まあ、そうなったらなったで、また一から考え直していかないといけないのかなと思うんですけども、まあ、その場合ね、4時間とかデイリーの、まあ、考え方ですか、テクニカルを1時間の方に反映させないといけないから、ちょっとややこしくなってくるんですよね、そうなると。ということでね、今日は、ちょっともう相場解説はさせていただけないような状態です。その代わり、まあ、ちょくちょく見ていって、あと1日か2日ね、しっかり見ることによって、またしっかりとしたものが送れると思うんですよね。でやっぱりね、分かんないときははっきり分かんないよって結論出していかないと、見えるときばっかりじゃないですからね。で調子がいいときもあれば悪いときもあります。というのが昨日までみたいに相場が見えやすいときもあるんですよ。でも今日からっていうのは、まあ今日ね、ちょっと相場が見えにくいんですよね。こういうときはまあ無駄な抵抗せずに、まあ、様子を見るということなのかなと思います。まあでもそういうのは様子を見ることってのは以前はねだいぶあったんですけど、今はあんまりないですね。以前はだいたい 7-3 で7割ぐらい様子見てたんですけど、今は逆に 7-3 でですね3割ぐらいしか手も足も出ない時がなくて、まあまあこれがちょっと進歩の証かなってとこかですかね。まあすいません、以上です。